はい、ではあれから2分ぐらい経ちましたね。そしたらこの特製焼肉のタレを鍋肌にジュワーと、そしてそこにバターを入れて、そして蓋をして火を止めます。そうですね、この蓋をして火を止めて余熱で火を入れていくと。